九十九島の海をスイスイと進むシーカヤック。ここ西海国立公園九十九島は穏やかな海と多島海の美しい景観からシーカヤックの人気スポットとして知られています。漕いでいるのはオランダ人のプリシラさんとアメリカ人のカートさん。二人は交際をきっかけに半年前から佐世保で暮らしています。なんていうか、週末ずっと家に引きこもるのがあんまりなんていうか、ちょっと苦手で、でなんかそういうアクティブな、天気も良くなってきてアクティブなことできないのかなって思ったら、調べたところですぐにあったんで。九十九島の無人島へ上陸。大好きな海をのんびりと眺める、プライベートな時間がお気に入りです。無人島に上がったりとか、景色が見れてとか、いろいろ普段見えない大きな鳥とか見れるのがすごく良くて、なんていうか、ちょっとした佐世保に住んでても全然景色が違うので、ちょっとバカンス行ってるような気持ちにはなるんですね。遠い島までとか、そういう感じがします。カートさんの職場で美味しいと噂のステーキハウスへやってきました。肉厚なアンガス牛のアメリカンステーキをお好みの焼き加減でいただきます。すごくいいです。こうやってアメリカ並みのステーキが出るのって日本結構珍しいので、普通のステーキほどジューシーではないんですけど、すごい味がしっかりしてて美味しいです。デートの最後を締めくくるのはやっぱり海。日本本土最西端の地、神崎花公園。日本本土で一番最後に夕日が沈む場所です。九十九島もそうですし、ここもそうなんですが、もう海が好きで、こういう海の波の音とかがすごく聞いてて落ち着くので、癒しの場所って言いますかね。水平線に沈む茜色の夕日は、二人の未来をも明るく照らしているようでした。